知事院によると、日本の非正規職の賃金引上げ率が正規職の賃金引上げ率を追い越した。厚生労働省の最近のデータによると、今年に入って1月末までにパートタイム労働者の時給が 2.6% 上昇した一方、正規職は 0.4% 上昇したにとどまった。過去20年余りの不況期に凍りついた日本の賃金水準がいよいよ動き出したのだろうか。好景気で企業が労働需要を増やせばその賃金も上がるはずだ。労働者たちは消費を増やして公共を促進する。実際に安倍晋三政府は賃上げを景気好循環の兆しと解釈しようとする。しかし賃金の引き上げにはより大きな原因がある。慢性少子化で生産可能人口が非常に減った。日本の生産年齢人口は1995年の8720万人から2015年末には7590万人に縮小された。20年の間に1100万人が労働市場から姿を消したのだ。このような労働者の不足で産業現場では、報酬を上げないと労働者を維持することができない、という声が響いている。もう一つの賃上げ動力は安倍晋三首相が主導してきた労働市場改革である。特に日本政府が非正規職の処遇改善を意味する、同一労働同一賃金の原則を強調して関連の立法まで予告しながら非正規労働者の交渉力が大幅に強化された。安倍の労働市場改革のもう一つの軸は長時間労働を制限する措置だ。よく過労死社会と呼ばれる日本では長時間労働による過労死や精神疾患が頻発する。日本は韓国と同様に法定労働時間が週40時間である。月ごとに計算すれば160から180時間ほどになる。それ以上であると延長労働、法定労働時間を超える労働である。安倍政府のガイドラインは延長労働時間を月に45時間以下に制限するものである。かといって労働者が1年を通して毎月45時間の延長労働、45時間 ×10 2ヶ月、540時間をぎゅうぎゅうに満たすようにすることもできない。1年間に可能な延長労働時間の360時間と定めておいたからである。ただし労使合意を経れば延長労働時間の月に100時間、該当産業のシーズンに限定、年間720時間まで増やすことはできる。しかしここにも数多くの条件がついている。短期処方もある。まず外国人労働者を輸入すればよい。日経ビジネスによると、実際に自民党は外国人の永住権取得を容易にする方策を模索している。事実上の移民拡大政策である。しかし閉鎖的な日本社会は移民を歓迎していない。政府与党が政治的窮地に追い込まれることがあり得る。日経ビジネスは、安倍政府が移民という用語を避けながら事実上の移民拡大政策を推進中であると書いた。日本の未来を狙った野心的な長期計画だが、その実効性を置いて予測が交錯する。安倍政府の構想通り賃金と生産性が消費支出とともに上昇し、日本人の幸福指数が高くなり、徐々に出生率の増加につながる好循環が現れることもあるだろう。韓国の反応。日本は我が国の先進した姿、UFO キャッチャーブームも日本の若者が最初だった。強者は全てを持っても正義の弱者が罪で、全ての虐待を感受するのが正義という価値観が続き、無力な国民は少子化、日本も出生率が急激に減少した。韓国はさらにゾッとする状況である。日本は基本的体力と集めたお金もあっただろう。他国の良さは見習うべきであって、韓国がより住みよくなるんだ。問題があってもデモしないと我が国の方がマシだと言って終わりではなく、実際に発展すべきだ。政治に神経を使わなくてもうまく生きているからそんなものであって、我が国は今政治に多大な関心が集まる理由もヘル朝鮮のヘル朝鮮生活が大変だからなのだ。どう見ても日本が住みが良いのは事実だ。そもそも経済力や生活の質など比較するレベルの二国でもないのだが、日本はデモ文化がありません。日本では賃金未払いであれば懲役刑になるほど厳しく、職場でいじめがあってもお金ではいたずらしない。GDP 基準賃金未払い額が犬官民国の40分の1という数値が証明しています。順法精神も比較不可であり、犯罪が日常的なヘル朝鮮にとっては不都合な真実。日本は外国人労働者を我が国より多く制限する。我が国のように雇用市場を外国人に簡単に渡す国ではない。政府が労働市場の硬直性を緩和し、自国民のために改革をしなければならないのが国の基本的な要件だと思う。自国民をこき使う存在のみなので国がここまで落ちてきたのだ。悲しい政府、国会がまともに役割を果たすべきで、欲張らずにそうしてこそこの国が存続するということを歴史が証明してくれる。東南アジア、
朝鮮族異邦人は韓国国籍者でもなく、短期的に滞在する目的で来て自国と呼ぶ流れ者の集団である。果たしてこれらを労働者として活用する理由は何ですか？単に社長一族を短期的に腹を肥やそうとキューキューとした政府政策の結果だと思う。それでも我が国は無分別に朝鮮族を同胞という口実で受け入れ、本来韓国国籍者に対する逆差別を発生させている。改善が急がれる。東南アジア、朝鮮族人を含む外国人労働者の多くは工場や漁業など 3D 業種で働くことが分かっていますよ。果たして今の若者たちがそのようなことをしようか。働く人がいないという言い訳で取り込んだのだ笑い。実際は外国人労働者は韓国低賃金労働者の雇用を侵食中。若者たちが 3D をしない。それでは環境美化員はなぜこのように競争率が高いのか。適度な労働の対価が支払いできない企業は滅びるように放っておくのが正しい。自由市場経済であれば巨大企業はなぜこのように保護されるのか。外国人労働者が自国送金で流出する外資だけで年間10兆以上という記事を見たことがある。その資金を青年失業率政策に反映すると失業率 5% 以上は改善するだろう。自国民より外国人労働者をさらに取りまとめる。ここはどこだ。減る朝鮮だ。セヌリの奴らがそうしたのだろう。奴隷が不足すると海外から輸入してこいと。自分たちの利益だけ取りまとめるのに私たちは日本とは異なり、後に 0.1% の権力層と 99.9% のアフリカ土人で満たされるかも。国民は全て死に追いやられ、他の国のことではないようだ。ロボットに置き換えられるだろう。しょっぱりは好きではないが、マインドが確実に違うようだ。我が国は外国人労働者レベルに賃金を合わせてずくなく与えるというのに、それならば外国人労働者を使えば十分とし、我が国の人々は大変な仕事をしないというデタラメを言う。笑い。韓国は働く人々がいなくて働いている人の労働時間を増やす。先週大阪に行ってきたが、通りを歩いただけでも経済の好況というのを感じたよ。編集所感。コメント中に 3D 職業とあるが、いわゆる日本でいう 3K のことだ。きつい、汚い、危険と同じくディフィカルト、ダーティー、デンジャラスである。コメントの指摘は概ね正しいだろう。韓国はもはや国内の労働力が将来的に不足するとして労働移民受け入れをセヌリ等が増やしてきた。これがいわゆる低所得者の日雇い仕事を圧迫している。建設などの現場ではブローカーがいて、10人まとめて雇ってくれたらこの金額で良いと持ちかけて仕事を奪う。ブローカーはピンハネして労働者には少し少ない金額を渡すのだが、彼らにしてみれば高額だ。労働力が不足している以上に大量に流れ込んできていて、明らかに韓国人は仕事を奪われて生活が苦しくなっている。未だにこの問題は解決されず放置されている。パククネもそうだが、ハンギョアンもここには着手していない。遠洋漁業や貨物運搬船も外国人が多い。韓国人はほんの数人で、船員レベルはほとんどが東南アジア人である。先日ブラジル沖で遭難した船もほとんどがフィリピン人だった。日本は業種によっては深刻な労働力不足である。大変な業種は大変だろうが、まだ不況で人があぶれるよりはマシだと思う。工夫して効率化するなどしてしのいでほしいし、うまく人材を獲得できるような仕組みも必要だ。コメントには日本が韓国より先進とあるが、私はむしろ逆だと思う。行き過ぎた効率化やグローバル化が進めば、安い労働力確保のために労働市場を開放され、製造はどんどん海外に移っていく。見せかけだけの歪んだ自由競争、それが経済先進国韓国の姿だ。実際大統領選挙でも争点にはなっているものの、実効性があるかどうかわからない夢物語ばかりが語られている。非常に大きな変化が求められるわけであり、道は容易ではない。パククネも労働改革、財閥改革、雇用改革をやるとは言ったが、目に見える効果はなかった。しかしながら韓国経済は回復するだろうという見通しが方々から出ている。それが本当に国民に還元されるものなのか、財閥企業の懐にのみ消えるものなのか、数字だけの経済成長は誰も望んではいないのである。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。
また、よろしければ。